はい、これも珍しい古いやつなんですが、これは昔のヤトミンですね。昔のヤトミンでして、まあこういうふうに、ドアが開けられるようになってるんですが、昔のコルベット、ですね。70年代かにコルベットで、まあトミカでも昔あったんですが、それと同じ型のコルベットになります。で、これはアメリカの、まあ、国旗がこう書いてあってね、コルベットが多分15年経った時に15周年ってことで多分つけたのかなと思うんですけども、まあなかなかいい感じでした。これは昔私が子供の時に、これは買い戻しましたけども持ってましたね。これと全く同じやつ持ってたんですが、まあ母親によって全部燃やされてしまいましたから、今はまあそれはもう残ってないので、まあ、買い戻したという形にはなるんですが、まあ、なかなかいい感じの車でして、こういったものも好きで集めているかなっていう感じ。コルベットは結構いいのでね。でしかもこれがあの航空ボードラインといって、あの 今ではもうみんなペットボトルだからあんまり見かけないかもしれないけど、昔はあのあれですよね、あのペットボトルの蓋って言われて、あのコークボル、あの瓶のコークボルトライン、あ、要するに瓶のコカ・コーラの、瓶状にしたコカ・コーラのやつがあったんですね。でそれに似てることから、コークボルトラインなんてこう呼ばれてたんですけど、昔のコカ・コーラの瓶みたいなね。でそういう風な、時代のものです。なかなかこういう風なところがこう時代感をこう感じさせてくれて、それがまたこういいなっていう風に、思うものがあって、そういうところが不思議だなというふうに感じる車ではあるかなと思います。どうもありがとうございました。